展開までのあらすじ。フライ先輩シス。あらすぎ。ダブルスコアで点差つけられたまま、試合は中盤を終えようとしています。どうしてこんなことになってしまったのか。大体新兵のお前のせい。大体正解だと思われる。くっそ。忘れてはならんと、貴様らも最初は新兵であったことを。いるんだよな。最初からある程度起用にできるやつ。まあ、神が勝ってるやつの多くは何年も FPS プレイしてたりするけど。特有私ももうすぐ2年ですね。2年でこれはひどい。ただ、初めて半年で世界ランキング1桁取っちゃう人もいるわけで。才能が憎いは、自称ネタプレイ勢の人の話か。ネタプレイしてる人の方が、ネタで通常勢倒すために、いろいろ試行錯誤するから、いざ普通の武器持たせた時に、大リーグボール強制ギプス外したみたいなことになるから困った。お前もネタプレイしてみたらどうだ？こいつは才能ないからダメだわ。くっそ、何を反論してもこの球の当たらなさが物語ってしまう。違うんだ。EX3 ではサクレッション効果といって、相手の近くに銃弾が落ちたら視界が曇る要素があって、そう、これはフラン戦争へのアシスト。威嚇者別なんですよ。花を持たせる。いや、マジで許してくれ。全勝します。でもまあ、コットよりも機関銃での弾幕プレイに意味があるのは、弾幕好きには嬉しいよな。めっちゃくちゃ銃が暴れるんで、バイポッド立てないと全く当たりませんけどね。リコイルを制御しないから。パソコン版はマウスだからできるんだと自分に言い聞かせてます。暗示かける暇があったら練習すればいいのに。バトルフィールドも、次回作にボット打ちで一人練習できるモード作ってくれたら、なんか約束するわ。ゲーム内でも牧師とか、オフラインモードで遊んでこいよ。キャンペーンとか、ほとんどやったことないわ。てか、別にリアルでも牧師ちゃうわ。というか、公平から特別性に変えたのか。チケット少なくなってきた上に、公平いっぱいいるみたいなんで、蘇生回復で、経験値うまうましようかと。蘇生中がここに誕生した瞬間である。別にまだ何もしてないじゃないですか。しかしまあ、B の中のどこに隠れてやがる。敵兵をあぶり出すのも大変だな。あんまりうろちょろすると、後ろから撃たれるぞ。ここは制圧できたみたいですね。どうしましょう。自陣側の C を味方が制圧してるし、そっち行くのが安泰だろうな。了解しました。気をつけていきましょう。さすがにギリギリすぎ。めっちゃ純正してるんですもん。撃ち合ったら負けるじゃないですか。ほら、北西の岩場に敵兵がいるぞ。やだな。撃ち合いやだな。FPS で撃ち合いやってお前。援護任せた。私が前に出る。ほんと強気ですよね。移動ってのは、ある程度思い切りが大事なんだよ。そうやっていつまでも同じ場所フラフラしてるから、いい的になるんだよ。中央警戒してると言ってほしいです。ほら、下がれ。敵の軍隊だ。何人に上がるんですか。スポットして応戦しつつ退却するぞ。無駄にチケット減らすな。ふらー。あの距離からの戦車の飛行直撃って、なかなか才能あると思うぞ。被弾する才能はいらないです。まあ、でも撃つ側の才能があれば、撃たれる才能ってのも、あるんだろうな。動画的には美味しいな。やられ動画作りたいんじゃないんで、帰ってどうぞ。クソ？撃ち返したる。やられるばっかりが霊夢さんじゃないで、3台もこんな場所に戦車を飛ばせてちゃ、勝てる試合も勝てませんよ。それぐらい敵の戦車が、大車両線うまいってことなんだろうな。フラン先輩が前線で戦ってるんだから、敵の戦車の場所引いて、後ろから油断ぶち込めば、敵は当たってそのまま勝てる。どうなんだかな。どうでもいいから早く来いよ。もうちょっと期待してくれてもいいじゃない。前編のお前の兵器、いい話だからな。おい、そのルートの台湾にぶつかるぞ。ちょっと左に行けば大丈夫。今度は回復に大激発。前線までの道を舗装しておいてくれ。よお前が険しい道選んでるだけだからな。戦場までの最短ルートじゃないですか。ほら、敵の戦車スポットしたぞ。制御点で暴れてるわ。こっちの戦車は二人で暴れてますわ。好き放題嫌がって、北側の大通り通って、戦車の裏側に回ってやる。航空戦力は制空権持ってるからいいとして、公正に見つからなければいいな。むむむむ、世の中障害物が多すぎる。お前免許持ってるんだよな。それとこれとは別問題でしょう。そもそも四輪じゃないしこれ、大体一緒じゃね。バギーとかジークなら運転得意ですよ。なんでもいいから早く。二葉先生で D 拠点に向かってきてる。バックアタックで仕留めてやるってんですよ。戦車の投稿は、後部が薄いらしいからな。しかし今回、移動が大変なゲームだ。まあ、だからこそ戦場っぽさが出てるよな。おい、まだか？そろそろ到着しますよ。ここ曲がったらもうすぐです。こんだけ頑張って移動して、動機だけはやめろよ。大丈夫、こっちはまだ気づかれてない。レーダー範囲外からぶち込めば2台相手も無理じゃないはず。初段命中、敵車両の破壊確認。今、めっちゃ飛行こっち向いてたよな。結果お題ですよ。もう一両は、無力化して放棄されたみたいですね。差し違えてやったわ。さすがっす。よし、このまま天津霊拠天津進軍して、前線を押し返す。さあ、エサー、おう、チケットかも残り30を切った。奇跡の大逆転ちゃう？わからん、反撃が遅すぎた。こっちも残りチケット30だからな。急ぐしかないですね。伊賀栄拠点へ進軍部で、攻撃ヘリに狙われてる。航空隊の再展開まで耐えるしかないな。2番席に乗った。歩兵は任せて目標ポイントまで戦車を上げろ。了解しました。全速前進全速前進。じゃあ、いるね。全速前進。全速前進全速前進。あ、なんか落ちが出たわ。全速前進。全速前進。あ、いよいよ
前方不注意すぎる。チケット少ないっつってんのに、一気に2枚持っていきやがった。すごい仕事しましたって顔してるね。この敵兵、バカな二人乗り戦車が地雷に引っかかったからな。くっそ、ようやく戦車の見せ場が来てたのに、制空権取り返してるな。航空戦力殲滅は時間の問題だろうが、また C 拠点がネックか。相変わらずあの建物に籠城されてますね。処理が面倒なんだよな。退屈取りのために、何人が一体建物に登ってるんだか。攻撃ヘリで倒せる人がいればいいんだが。何せ障害物多いから、我々は、C 拠点を味方に任せて B の防衛に入るぞ。よ、了解しました。ついにチケット差が20を切った。すごい追い上げじゃないか。地上戦力が、機能してきたのかな。もっとも、あんなに大量に C 拠点の建物登ってたのが不安だが、私は上を見る、下を頼むぞ。了解しました。建物内は任せろバリバリ。うん、向こうの方に反応がありますね。あんまり不要に突っ込むなって。うちへ、逆用に柱の壁に2人も隠れてよかった。打ち合いで勝った回数は今回ゼロであります。無人サバで銃の取り回し勉強しようか。逆にあの距離でどうやって外してるんだよ。あ、クソ。おしゃべりしてたらスナイパーに付け狙われてる。どこからですか？地図南部、巨大ガスタンク群のあたりからだ。了解しました。何を了解したんだ？おい、BF のスナイパーは MGO よりもコットよりも難しいぞ。やだな。アサルトライフルで当たらないのに、スナイパー使うわけないじゃないですか。戦車じゃ届かないぞ。攻撃ヘリですよ。攻撃ヘリ、どこに落ちてるんだってかな。おいバカやめろ。マジでチケット差5枚まで来たんだぞ。簡単に落としてみろ。承知しないからな。ガンナーさん乗せて、ミサイルから逃げるように飛べば余裕でしょ。てか、拠点がやばい。まあ、うまくヘリを運用できれば C の拠点も安定しそうだが、ここにヘリあると思ったんだけどな。もういいや、戦車で行きますか。配置されたぞ。よし来た、これで勝つる。頼むぞ。なんとかあのスナイパーを処理してくれ。任せてください。劇的な勝利のために人肌脱ぎましょう。ガンナー登場確認。システムオールグリーン。カボック。敵を撃滅する。お前が乗ってるってだけで、オールイエローな気がするわ。墜落する前に攻めて飛べよ。落ちます、勝ってんですよ。敵バイパーロックオン。ピンポシーカー。発射、そんな単調のミサイル当たるわけグッドキル。マジかよ。なんで当たるんだよ。さあ、次はスナイパーを頼むぜ。了解しました。獲得中であります。敵兵確認。スポット完了。空爆を開始します。さすがのクソエム。ガンナーさん頼むよ。早く殺してくれる。前進。今度こそ仕留めてくれるわ。よく狙いよ。エネミーインサイト。ファイヤー。お前の才能が羨ましいわ。絶妙に外すのうまいよな。まだまだ。ワンモアセ。こんだけ同じ場所ふわふわしてたら、ただロックされた。くっそ。回避運動。邪魔展開。前進。あいつだけでも差し違えてやる。一旦退け。ガスタンクにヘリを隠せ。間に合いません。ロックされてます。おー。中村カーネだ。衝撃に備えよ。動画されて脱出体制。一部前方の鉄塔。急速回避。ヘリは諦めて飛べ。すまないハボックさん。もう、両名とも脱出成功か。でもチケット差が開いてる気が。まだいける。C 拠点を抑えろ。いえさ、やっぱり建物に同情されてるなら。スティンガーもおそらくあいつらだろうから、ヘリがあっても勝てないだろうな。スティンガー強化で、ヘリが息してないんでしたっけ。まあ、ぐっそうまいやつなら別な。アフターバーナーついてんのってぐらいの強化速度あり。中盤できるんでね。ってぐらいの変態軌道だからな。よくわかんないんですけど、ヘリ1494とかいう、クッソヘリ使い込んでる人のサブガンナー席乗ったんですが、吐きそうになっただけで、一人もキルできなかったわ。あれはやばかったな。あれぐらい乗れるようになりたいね。っていうか、前編のコメントで、課金したらアタッチ解放する的なコメントあったと思うんですけど、私プレミア購入した上に、先ほどの ECM ジャマーでお察しだとは思いますが、ヘリアンロック購入済みです。これか決めたら、金に留めつけないよな。いやまあ、今さら BF3 買うならプレミア安定でしょう。下手に中古買うよりはな。ヘリアンロックについては、昔ラジコンヘリ欲しかったんですよね。現実の話か。ですです。なんで DF 購入決めた最大の理由も、ヘリコプターが操縦できるって知った時でしたね。まあ、実際操縦難しい上にアンロック地獄だけどな。おかげさまで、早々2000円ぶっ込んで、航空機アンロック買いましたけどね。操縦技術はアンロックされなかったみたいです。あれ？試合終わってね。あや？試合終わってね。序盤からは信じられないすごい僅差で負けたわ。マジっすか。でも私早速レベルも上がるぐらい活躍したし、そこそこ活躍したんだろうな。さっきチラッとスコア映ってたけど、お察しだったぞ。何が悪かったんですかね。まあ、しばらくは軍隊組んで特訓してやるよ。もう少し優しくお願いします。しかし同じ FPS でも、こうもゲーム性が違うと面白いな。最近コット飽きてきてたんで、まあ、活躍するにはまだまだかかりそうだけどな。こんな新兵動画でよろしければ、アドバイスコメントや次回パートもよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。